こんにちは。今日なんですけれども、ビッグモーターの話をちょっとしてみようかなと思います。で、僕なりにも何かこうビッグモーターの話でできることないかなと思って、一応僕のチャンネルも、まあ、車系のチャンネルということもあって、ビッグモーターの YouTube 動画見ると、モーターマンオンラインもこの動画見てますっていうのが、まあ、書いてあったんで、まあ、結構興味のある方もいらっしゃるのかなと思います。で、僕自身もビッグモーターとの関わりっていうのは、まあ、2回車の売却というのをしたことがあって、あ、そういえば売却したことあったなと言って、まあ、思い出したん でちょっと話をしてみようかなと。で、ビッグモーター結構今もう犯罪者扱いというか、まあ、犯罪者なのかもしれないんですけれども、まあ、とにかくまあ、社長、それから社長の息子さんですね、まあ、すごいもう経営者という意味においては、まあ、そこまでやるのかっていうふうに、まあ、思うような状況っていうのもあると思うんですけれども、まあ、僕的に見ると結構まあカリスマ的な経営をされてて、1台でまあ7800億の年商をまあ上げているっていうことなので、まあ、その経営手腕のその凄さっていうんですかね、まあ、その辺ってやっぱすげえなってちょっと思うところもやっぱりあったりします。で、僕は割とビッグモーターとの関わりっていうのはあるんですけど、過去にすごい悪いなっていう印象っていうのは全くゼロなんですよね。で、その理由っていうのを、まあ、ちょっとお伝えしていこうと思うんですけれども、僕ポルシェの981のボクスターの GTS と、それから去年ステップワゴンのスパートのハイブリッド、この2台を買い取りしてもらったことが過去にあります。で、あ、でボクスターは買い取りじゃなくて査定をしてもらったんですね。で、結局ボクスターをビッグモーターでも査定してもらって、で、最終的にはガリバー、リベラーラっていう、まあ、輸入車だけを扱っているガリバーの販売チャンネルがあるんですけど、まあ、そこに、まあ、売却したっていうのがあって、まあ、価格のその競りを、まあ、相見積もりというか、まあ、競り合いを、まあ、させてもらって、で、結局ガリバーの方が高く買い取ってくれるということになったんで、ガリバーにしたんですけれども、で、ボクスターが最初だったんで話をすると、お店に関しては僕か南関東の方で川越にその時住んでたんですね。で、川越店ちょうど254号線の、古船場っていうところがあって、ちょうどそこにビッグモーターっていうのがあるんですけど、そこでまず見積もってもらったんですよ。下通りですね。で、その時ボクスターってもう何年前かな、もう4年以上前の話になってるくるん でその時にちょうどね698万とかそのぐらいの金額帯だったんですよ。で、そうそう、ビッグモーターに最初出した時は690万って言われたんですよね、その時。で、690万で、その前にガリバーに行って、ガリバーでも見積もりを取ってもらっていて、ガリバーは700ということで出してもらってたんで、まあ、数万円ぐらいの差なんですけれど、でもまあ基本的にガリバーも、そのビッグモーターの川越も、まあ、自分の家の圏内にあるところなんで、まあ、価格の高いところの方がまあいいなと思ったところもあったんで、で、ガリバーのリベラーラで出したっていうことですね。で、その時は特に別に僕買い取りをしてもらうだけっていう目的名目上で言ってるんで、特になんか新しい車をお探しですかとか、なんか無理くり車をなんか売られるような状況であるとか、あとは保険の絡み、まあ、もちろんその車を売るっていうことを、車のその売買契約っていうことをまあ結んでるわけじゃなくて、単純にもう買い取ってもらうっていうことだけだったんで、まあ、もちろんその保険の絡みっていうものも当然絡まないんで、特になんかそれ以上のことっていうのは別に言われなかったんですよね。で、その時すごくやっぱり頑張ってくれていて、で、社員の方もいわゆるガリバビッグモーターは結構、まあ、体育会系で爽やか系で、どちらかというとなんかこう佐川急便的な感じの社員が多いですよね。ハキハキとしてるようで、こうパッパッと動いてくれて、俊敏にこう動いてくれて、まあ、頑張ってくれて、元気な社員というイメージですよね。まあ、本当佐川急便的な感じで、そういった社員の方がすごく多かったんですけど、全然悪いイメージっていうのは全くなかったですよね。
むしろ僕がこのぐらいの金額だったら売りますよっていうことを、まあ、本部の方に、まあ、今で言うと、六本木に森ビルの20階ですか、本部ありますけど、あそこで多分お客さんがこのぐらいの金額だったら売ってもいいよっていうことで、まあ、確認をして、で、ビッグモーターはビッグモーターでその車の、相場みたいなものをもちろん持ってると思うんで、まあ、それに対してどうかどこまで出せるかっていうところで、で折り合いをつけていくっていう形になっていくと思うんですけれど、まあ、最後の最後までやはり頑張ってくれたっていう経緯っていうのがあったんですけど、まあ、でも最終的にまあここまでしかもうちょっと出せませんっていうことだったんで、で結局リベラーラさんの方にお願いしちゃったっていう形ですね。まあ、ビッグモーターの時っていうのはその時って694万円だったかなぐらいの金額だったってことですね。まあ、それはあくまでもまあその時の相場だったっていうことなので、その時の相場の中でまあそれなりの金額、ガリバーとこう競り合いをしながら、まあ最終的に私がガリバーにしちゃったっていうことなんですけど、それ以上のことは特にビッグモーターっていうのは、まあ、特に何も要求はされなかったということですね。でもう一つは、今狭山ですね、狭山店のガリ、狭山店のビッグモーターで、狭山店も16号にあってビッグモーターとガリバーと併設してるんですけれど、まあ、以前もポルシェの時ビッグモーターだったんで、結構僕の中でやっぱりイメージ良かったんですよ、ビッグモーターで。またビッグモーターにしようと思ったから行ったんですけど、で実はそのステッパーゴンの場合に関しては、事前にこのボクシーのハイブリッドを買うっていうのはもう決まってたん で事前見積もりっていうのはしてもらってたんですよ。でもっと言うとホンダのディーラー、まず最初ステッパーゴン買うつもりだったんですよ実は。でステップワゴンを買うつもりでホンダのディーラーで、PR5 を、見積もってもらって、下取り見積もりしてもらって、で金額的には140とか130とかだったんですよね、金額が。なんかすごい信じられないような金額で、で、まあ、そのぐらいの価格帯だったんですよ。で、まあ高くても180万ぐらいだっていうねことなんですよね、いうことだったんですよ。っていうことで全然その金額的にまあ、ホンダディーラーで買った車をホンダディーラーで売るっていうのはもう全然話にならない、金額的なところで言ったら。でも最近ねかなりメジャーな話になってきてるんですけれども、もうディーラーでは絶対に売るなっていうんで、まあモータとか、楽天オートとか、最近ネット上でのそのオークションで、まあ、競り合いをさせて、まあ、最終的に3位まで上位、3社絞ってで取引をするっていうような話に今なってるんですけれど、で、まあ、そういった話が今最近一般的にも上がってきてるんで、いかにディーラーで売ると価格が安いのかっていうことがよくわかると思います。ディーラーで買うからディーラーで売るよ。その方が絶対高く買い取ってくれるだろうと思うかもしれないけど、全然そんなことなくて、もうすごい破格で買い叩かれるっていう形になってます。正直なところ、売る側からするとね。だけどもディーラーさんからすると、まあ、それなりの金額なのかもしれないです。もちろんやっぱりその組織の中で車を買うっていうことになるわけなので、当然店舗ももちろん構えてるわけですし、それから従業員の方もいらっしゃいますし、まあ、人件費もかかるわけですし、でそれを、在庫として抱えるようになってくると、今度また別の店舗にね、まあ、裏話にはなっちゃうんですけど、ディーラーにも子会社っていうのがあるわけで、まあ、そういったところに、車を出してで販売をするってことになるわけなんで、中間マージンっていうのはもちろんかかるわけですよ、いずれにしても。でさらにそこからまた今度オークションにかけるって なったらオークションのマージンまでかかってしまうわけなので、まあ、二重にこうマージンっていうのが乗っかってしまう。まあ、だからそのぐらいの金額帯になってしまうっていうことなんだろうと思うんですよね。そこまで乗せないと、そこまでやっぱりお客さんから買うときっていうのは安くしないと、結局
ビジネスにならないっていうことだと思うんですけどね。別にディーラーも別に悪気があって、別にあのお客さんから車買うときに別に叩いてるわけではないとは思うんですけど、まあ、組織的にやっぱり大きいところなので価格がそのぐらいになってしまうよということだと思います。でも周りにも安すぎるんで、じゃあ、もうステッパーゴンもそうなんですけど、まあ、あの時あのもう散々あのお世話になった店長さんだったんで、まあ、できればステッパーゴン買えたらいいなと思ったんですけど、いやさすがにね、まあ、その時その足でトヨタに行ってステッパーゴン、見積もってもらったんですよ、買い取り金額で。まあボクシーも全くその時買うつもりっていうのなかったんで、買うつもりなかったんですよ、なかったんですけど、まあ、今のね埼玉トヨペットに行って今担当の営業マンの方、子がいるんですけど、まあ、彼に査定してもらって、で見てみたらもう価格が200万超えるっていう金額になって、214万とかだったんですね。なのでもう100万近い価格の差があるわけですよ、トヨタ店とホンダと。そんなんのって、まあさすがにね、ちょっとまあお世話になったっていうのもあったんで、まあ100万違っても、まあ、100万損してても得取りみたいな話もありますけど、まあでも今後のこと考えてた時にホンダも結構苦しくなってくるかなって正直、まあ、YouTube で、まあ、ホンダの車のレビューさせてもらってましたけど、ちょっと今後のこと考えてくるとちょっとこう厳しくなってくるのかなっていうところもやっぱりあったんで、まあ結局思い切ってもうそうですね、ホンダとの、ホンダの車を買うのもやめてトヨタに切り替えたっていうところはありますよね。でそれが214万だったんですね。で最終的にはトヨタにその車っていうのを実は僕売らなかったんですよ。でまあビッグモーターが出てきたっていうところがあって、じゃあビッグモーターのその買取金額っていくらだったかっていうと、240だったんですよ。だからさらにトヨタの埼玉トヨペットさんで買い取ってもらう金額が、214万だったものが、さらにビッグモーターで、査定してもらったら240でいいって言ってくれたんですよ。もうそう、全然価格が違う。でもう今だからこれ言えるんですけれども、ビッグモーターって、事故車修復歴ありなしっていうことを特に、申告、強制的に申告する必要って実はないんですよね。公式的に強制的に申告をねさせないんですよ、ビッグモーターって。だからまあ、そこは多分マスコミとかでは多分細かすぎて多分出てきてないんだと思うんですけど、そう、他の例えばガリバーとかでしたら確実にこの車は修復歴があるかないかっていうのは書面上でお客さんの方が書かせる、告知する義務っていうのがあるわけですよね、あるんですけど、ビッグモーターはそれをお客さんには委ねない。でかつもし万が一それが修復歴のある車であったとしても保険があるんですよね。でその保険はどこの代理店の保険なのかとかちょっと分かんないけど、おそらく今となったら多分損保なのかもしれないですけど、そういう保険っていうもの、保険商品っていうものも扱ってるんですよ。だから例えば仮にまあそのお客さんが事故車っていう扱いで出しちゃうと査定金額が下がっちゃうから、できるだけ車を高く売ろうということで事故車という申告をしないで出したとします。ですけどビッグモーターの場合ですと、仮に事故車扱いになったことが事故車じゃなかったのに、それを販売して売却した時に事故車だということになって、その分の金額というのが損害が出たとしたら、その保険で賄うということができるんですよ。本来だったらお客さんがその分を負担しなきゃいけない、告知義務というのがあるので、それを破ったということでその分損害が出た分というのは後で支払うっていう、まあ、一応1年っていう枠があるみたいなんですけど、でビッグモーターっていうのはもう保険で全部それをカバーするっていうところがあるっていうことなんですよね。だから結構だからやっぱり保険会社と
そのビッグモーター、あの損保ジャパンとビッグモーターっていうのは、まあ、そういったその車のその買取戦略みたいなものもやはりかなりね、あのしっかりしてたんじゃないのかなっていう気がします。でまあ価格がまあ240という価格で、まあ、買い取ってくれたと、まあ、いうことなわけなので、まあ、一番、まあ、高い金額だったんですよね。で今の話なんですけど、トヨタもトヨタさんも、そのお客さんが事故車っていう申告っていうのはしなくてもいいんですよ。まあお店によってもしかすると申告しなきゃいけないところもあるとは思うんですけど、新車を買う前提でこの車もう乗らないから査定してくれよって言った時には、そこの販売店の、偉い人、その時は部長さん、私も部長さんだったんですけど、部長さんが、査定をするといった状態でした。で私は特にその車の利益に関してはいちいち申告する必要もなくて、もう全部そのトヨタのその部長さん、査定した人の責任になるっていう、まあ、そういったシステムになっています、うん、それで、213万っていう金額だ。新着ニュースがあります。タッチすることで詳細を確認できます。でビッグモーターは240ということだったんですね。でもうその時はね、ちょうど中古車バブルですかね、が結構まあ、来る前だったんですよ。だから今ミニバンってすごく金額高くなってますよね。まあ、アルファードも SRC パッケージになってくると、ほとんど未使用な状態でも新車価格の 140%、143% とか 4% とか、先週のオークションとかでそのぐらいの金額で出てたんですけども、でステップワゴンとかノアボクシーとかもオークション価格、ちょっと私は具体的には見てないんですけど、まあ、市場、まあ、私らが買う消費者の、店頭価格っていうんですか、あれ市場価格ではないんですけどね、厳密に言うと。あれは単純に店の店舗を勝手に決めてる金額であって、あれが市場価格で動いてるかっつったらそうじゃないんですよ。市場価格っていうのはあくまでも USS の価格になってくるんですけれど、まあ、そこは基本的には公開できないっていうところが、一般の人にはやっぱり公開できないっていうところがあるので出せないんですけれど、うん、なんですけども、まあ市場価格、参考までに市場価格っていうところでいくと、金額的にはだいたいステップワゴンですと6万キロぐらい走ってる車、僕の車も6万4、5千キロぐらい走ってた車なんですけれども、だいたい300万超える車もありましたですよね。で僕の車240だったんで、売り値がだから店でもし、その車を出すということになってくると、まあおそらく30万円とか40万円乗せぐらいになってくると思うんで、280とかになると思うんですけど、おそらくもそれもビッグモーターの場合ですと、まあ、縦に持っていくとかじゃなくて、まあ、当然ビッグモーター自体がその、社内の中で販売拠点というのを持っているので、まあ、自社で、まあ、売るっていうことをしてるんで、まあ、そのぐらいの金額でも、まあ、利益が取れる体質になってるんだと思うんですけれど、うん、おそらくまあ280とか300とかですかね、うん、程度のいい車だと300超えたりとか、まあ、僕の車の場合ですと結構穴開けてあったりとか、バンパーを擦っていたりとか、まあ、結構あらゆるところに、まあ、傷があったりとかしましたんで、まあ、あとは子供を乗せてたりとかねしたんで、まあ、結構まあ、使い古してる感というのがちょっとあった車ではあったんですけれど、まあ、でもフルオプションの車だったんで、ハイブリッドでフルオプションの車だったんで、まあ、そのぐらいですね、うん、なんですよね。だからオークションの相場でっていうことになってくると、まあ、もちろんもうちょっと安くはなるんですけど、でもビッグモーターさん結構、まあ、それなりに高い金額で、まあ、そう考えるとね結構高い金額で買い取ってくれてるなっていうことで、まあ、結構良心的、僕からするとねかなり良心的、むしろトヨタの方が悪質なんじゃないかなっていうのが
まあ今付き合いさせてもらってるんですけども、まあ、正直ね、トヨタのね、反社の闇の方がね、いろいろとあるなって思っていて、まあそこはあんまりブツ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 言っちゃうとね、また角が立っちゃう部分もあったりとか、まあ今お付き合いさせてもらってるところもあるんで、あんまり言えないんですけれど、いや、むしろね、新車販売をね、してるところの方がですね、やっぱり車を、売ることにおいては、アドバンテージあるわけですよ。中古車よりね。通常の販売店だったら、もうビッグモーターだって、規模が大きい会社、まあ上場はしてないにしても、大きい会社なわけだから、シェアナンバーワンなわけですよね。でも新車販売はしてないわけですよ。うん、だから、やっぱり、新車販売をしてるところってのはやっぱ強いですよね。いくらでも操作ができる。まあそこもまたやりなしになっちゃうんですけども、まあ今回のそのアルファードベルファイアに関してもそうなんですけどね、の話にも繋がっていくんですけれど、まあ僕もベルファイアのハイブリッドの、その販売枠っていうのをもらって、自分も注文出したんですよ。うん、で、まあベルファイアのベルファイアのハイブリッドの、Z プレミアになってくると、760万っていう金額ですよね。で、今、オークションで少しずつ、アルファードの、ガソリンの Z、ハイブリッドも最近、Z グレードではあるんですけど、Z のハイブリッドとかも出てきてますけど、もう価格が1800とかね。で最初 Z のガソリンですと、グーネットかななんか出たのが997万とかでしたけど、オークション価格で次ハイブリッド出た時に1800万ですからね。あれ4駆だったかな ?4 駆だったと思うんですよね。あれもなんだっけな ?USS の販売の話をする YouTube チャンネルありますよね。あれで1800万って出てたんですけど、知り合いの仲間がいて、オークションに出入りできる仲間がいて、その人に、いろいろ情報を提供してもらってるんですけど、今度またアルファードのハイブリッドですかねの Z ですね。2600万ですからね。すごい金額ですよね。で、今週、モデリスタのフルエアロ資料のやつが、またハイブリッドでも出てきているんで、まあ、価格がどんなもんなのかっていうのはちょっとまだ聞いてないんですけど、うん、そう、グーネットで990何万だったんですよね、最初。で、YouTube チャンネルで出てた、札幌の次のやつですね。あれは九州だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、が、ガソリンの Z で1800万。で、ハイブリッドの Z プレミアが2600万っていう金額で。要するにね、新車を売るっていうのは、もういくらでも儲けをするってことができるっていうことなんですよ。中古車以上にね。だからそれだけまたより一層闇があるっていうことを、まあ、頭に入れておいていただければなと思います。まあ、あくまでも今回は、まあ、ビッグモーターなので中古車販売ですよね。中古車販売の観点で今マスコミとして、まあ、今、ビッグモーターの社長と息子ですね、それからロイヤルファミリーってやつですかが今叩かれている状態ですけど、これ新車販売のね、今度また話になってくるとね、またまたね、いろんなね、闇があると思いますんで、間違いなく。うん。まあ、ということなので、まあ、とにかく私の中では、そのビッグモーター、要はね、気をつけなきゃいけないところがあって、何もわからないで行く人が多分多いんだと思うんですよね。で、まあ、僕の知り合いの中で、おじさんがいて、ほとんどそのお客さん、まあ、若い子もいるんですけど、どちらかというと、中高年の人を狙ってるらしいんですよ。だからあんまりネットとかそういうものを見ずに、でも車の買い替えをするっていう人をターゲットにしてるらしくて、まあ、そういう人たちってやっぱり車のことを全然知らないんですよね。うん、で、買いに行くときに行く。で、僕なんかも、正直その辺と知ってるんで、いいところだけは使おうと。で、あんまりそんな良くないところはもうやめとこうみたいな。まあ、感じにしてて、うん、で、まあ、車を売却するだけだったらぶっちゃけ、まあ、ビッグモーター、やっぱり規模として中古車販売の規模としてナンバーワンですし、やっぱ買取価格もそれなりに高いところにあります、正直。うん、だから車を売るっていう売却をするっていうことに目的において、そこで
利用するっていう意味においては全然悪い会社じゃないと思います。すごくむしろちゃんとそれなりの市場価格で買い取ってくれたっていうことで、まあ、もちろん個人売であるとかオークションで出せばもちろんそれなりに高く売れるかもしれないんですけど、まあ、一般的な人間でしたらね、オークションで出したりするっていうのは、まあ、当然その知り合いの人がいて、当然その人にオークションまで入っていける人に仲介手数料を渡したりとか、まあ、そういったこともやんなきゃいけないわけだから、結構まあ面倒くさいところもあったりするじゃないですか。だったらもうそういう面倒くさいことをせずにもう店に行ってそのままやってくれるところの方が後々いいよねっていう場合もあると思います。そういう意味においては、だから、まあ、ビッグモーターっていうのは結構車を売るという意味においてはいい販売店だっていうのは僕自身はねすごく、まあ、思うところなので、だからあまりその従業員の方も言ってましたけどね、その幹部の人間がすごく今悪いということで買い叩かれ、幹部の人間が悪いということで叩かれてるけども、従業員みんながそうじゃないわけですよ、まあ、そうじゃない人たちもすごく多いと思うし、僕が知る限りだと結構みんなすごく若い人ですごくイメージのいい人ばっかりだったんで、正直ちょっと確かにねちょっと影みたいなところもっていうのもあったりとかもちろんしたんですけど、でも基本的にみんなそれなりに働くことにおいてしっかりとチャンスっていうものがあるんだと思って、やっぱりこう夢を信じてね、ビッグモーターに入社されて今仕事頑張ってる人っていうのが大半だと思いますので、まあ、そういう意味においてはすごく活気のある社員の方たちばっかりでしたし、まあ、ほとんどでしたしね、そういった意味では僕は全く悪いイメージ、ビッグモーターに対しての悪いイメージっていうのは、まあ、なかったよということで、まあ、皆様にお伝えしていきたいなと、お伝えしたいなと思います。はい、ということでまた今後もですね、まあ、車のネタ、それからまあガジェット系が結構メインだったりもするんですけれども、まあ、皆様に有力な情報をお伝えしていきたいと思います。それでは失礼をいたします。